札幌ドームには大観衆が詰めかけています。北海道日本ハムファイターズ対千葉ロッテマリーンズの一戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか？まずは先制点を取って優位な展開に持ち込めるかですよね。なるほどね。どちらが先取点取るんでしょうか？さあファイターズ、一打サヨナラの絶好の場面です。さあ山川、さあそして打席には宇佐美が入ります。さあ三塁ランナー帰ればサヨナラという場面。犠牲フライでいいわけですが、プレッシャーもあるでしょうし、簡単ではないですよね。なるほど、そうですね。また初球、ファーストの左、ホームイン、サヨナラ。なんとサヨナラで決着。鮮やかなバッティングでした。この人のタイムリーで見事なサヨナラ勝ちです。打ったバッターはもみくちゃ。日本ハムファイターズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。赤星さん、試合を決めたバッター最高の気分なんでしょうね。いやー、これはなかなか味わえない最高の瞬間なんですよね。そうでしょうね。本当に素晴らしい表情をしています。勝ったファイターズ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のマリーンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはファイターズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで札幌ドームから失礼いたします。